はい、どうも、ヨッキーと申します。今回は、2024年3月23日に行われた AKB48 秋山由奈さんのオンラインお話し会レポをお送りいたします。4部5枚でした。まず、秋山さんが、あれ、ヨッキーさんと言ってくれて、私は、あ、どうも、ヨッキーですと答えました。で、秋山さんが、いつもありがとうございますと言ってくださって、私は、選抜おめでとうございますと言いました。で、秋山さんがありがとうございますと言ってくれて、で、私はですね、つけま、見せまして、またイラストを描きましたと、言いましたら、まあ、秋山さんは保存していますと言ってくれました。で、私は新衣装にしてみましたと言ってね、カラコンウィークバージョンの衣装をお見せしましたら、まあ喜んでくれましたという感じですね。で、来月の握手会も行きますのでというふうに言ったところ、まあありがとうという返事が返ってきました。そしてまあ残り4秒になりましたので、まあさようならという感じで、お別れをいたしました。で、終わりですね。で、まあちょっと、毎回なんですけどもミスで、気づいたら抽選期間を過ぎてしまってましてですね。そうするとニックネーム変更もできなくて、本名で表示されておりました。なので、今回、秋山さんには、ウィーバースで、そのことを伝えてたのと、あとその、持参したイラストにニックネームも記載していたので、すぐにミョッキーだと分かってくれました。という感じですね。はい。今回は、秋山由奈さんのオンラインお話し会レポでございました。ありがとうございました。